はい、どうも獣医師の大木です。今日のお題はですね、もう植物の誤食は本当嫌だよっていうお話ですね。まあもう皆さんもご存知だと思いますし、このチャンネルでも過去に何回かやってはいるんですが、ワンちゃんと猫さんが、まあ、食べちゃいけない植物って結構あるんですよっていうお話はね、まあ何回もしてるんですけど、もうこの動画がもうアルティメットバージョンですかね。もう最終報告ぐらい、になるんですけど、ワンちゃんが食べちゃいけない植物、猫が食べちゃいけない植物、もうね、全部、もう、めんどくさいから言っちゃいますけど、この植物は食べていいとか、この植物は食べちゃダメとか考えるからいけないんですよ。大体の植物は食べちゃダメなんで、もう植物食わせないっていう方向で皆さん生活してもらった方が本当にありがたい。なんだろう、まあオーソドックスなね、なんかユリ食ったとか、あとはネギ食ったとか、まあそういったところだったらまだね、なんとなくじゃねえか、普通に事例としてね、情報が多いから、まあまだね、わかりやすいんですけど、なんかね、初めて聞くような植物とか、なんでこんな植物家にあるんだよみたいな植物を食べてくるワンちゃん猫さんが結構多いんですよ。でね、もう大体の植物はね、食べていいことないんですよね。なんかもうダメっすよ。もうアサガオとかだってね、ダメだし、アサガオ違う、アジサイか、アジサイとかもダメだし、別になんかなんだ、菊だっつったりも、食える菊もありゃ食えねえ菊もあんだろうみたいなね、芍薬だってダメだろうし、シキミとかイチイとか、もうよくわかんない、見たこともないような植物をなんか食っちゃうんですけど、食わせないように、本当にこの植物は家に置いていいとかじゃなくて、もうワンちゃん猫さん飼ってる方だったら、もうね、家に植物置かないでくださいね。もうシクラメンだとか、なんだ、あと、クリスマスの、なんだ、あれ、ポインセチアだっけか、なんかもう全部ダメなんですよ。もう全部ダメだから、もうワンちゃんと猫さんを飼ったら、もう家の中に植物は置けねえというふうに、もう覚悟を持って、皆さん生活をしましょう。なんかね、油断して入れちゃうんですよね、植物をね。あるいはまあこう、まあ100万歩譲って散歩中になんか制御しきれず食べられちゃいましただったら、まあまだわからんでもないんですけど、なんでワンちゃんと猫さんを飼ってるのに家に変な植物を入れるんだと。もう観葉植物とか全部ダメだと思ってください。もうめんどくさいですよ、これは OK これはダメとかね。一応ね、まあ、獣医師もある程度、こう、植物に関して、そのなんだ、いいのか悪いのかみたいなのは、一応まあ、わかるようにはしてますけど、植物ってね、種類半端なくて、もうね、わかんねえんですよ。で、結局、教科書にも載ってない植物がばっかなんで、で、この植物はこれがあって、こういう作用があってとか、全部を網羅するのはね、無理なので、どっちかっていうと、もう家の中に植物置かないっていう風にした方が、絶対いいと思うんで、この植物はダメよ、この植物は家に飾っていいよとかじゃなく、ワンちゃん猫さん飼ってる方、ちょっともう極端な話ですけど、別にこんなちっちゃいチャンネルだったら極端な話言ったって誰も何にも言いやしないので、ワンちゃん猫さん飼ってる人は家に植物は置くなと、いうふうに言いたい。もうぜひね、植物、まあ置くんだったら普通に食う野菜、野菜はもう冷蔵庫入れときゃ OK ね、野菜室に入れてください。ネギとかね、じゃないとネギ食われますからね。まあそういったところを、まあちょっと極端な話だけども、まあちょっとお話ししたいなというふうに思った、昨日の芍薬誤食の子でしたね。はい。まあね、ね、植物、なんで食べちゃうのかわかんないですけど、まあなんか猫草とかだったらね、100万歩譲っていいかもしれないですけど、まあもう猫草もめんどくせえっすよ。まあいいんじゃない、もう別に普通に餌食っときゃって思っちゃいますけどね。まあでもまあそこは任せますけど、ただ少なくとも変な観葉植物、よくわかんない花、こういったものはもう入れないようにしましょうっていうのが、まあ夜間救急動物病院で働く一獣医師の、まあ、切なる願いです。はい。ね、まあ犬も猫も均等によくわからん植物食べますけど、どっちかというとなんか猫の方がね、変な植物ついばむ可能性というか、事例はなんとなく肌感覚ですけど多いかなっていう印象はあります。
犬はね、結構簡単にその吐かせる処置をすると、吐く確率はまあ結構高いんですけど、猫はね、どうしても犬よりちょっと吐かせる処置をしても、吐く確率っていうのがどうしても下がるんで、まあまあ一筋縄じゃいかないことがほとんどなんでね、もう本当だからもうその前段階でね、もう変な植物は食べさせないようにするっていうところを飼い主の皆さんが徹底してもらえればなというふうに思いますね。はい、ではこのチャンネルはね、主にワンちゃんと猫さんの医療に関する情報を発信するチャンネルになっておりますんでね、もしよければ次回以降の動画もチェックしてもらえたらなというふうに思います。はい、じゃあ今日はこれで以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。それじゃあさよなら、バイバイ。